ここ数日、いただいたコメントが、公開した動画に反映されない事象が起きてます。こちらは何も手を加えてないので、YouTube くんの処理の問題かと思います。コメント来たよって通知は来てるのですが、反映されていないので、時間が経てば反映されるか、そのまま反映されないのかわかりませんが、せっかくコメントいただいてるのに、がっかりです。そういうわけなので、また機会があればコメントいただけると、嬉しいです。はい、ドーン。大阪万博に関する話をしていくよ。あくまでも主の、個人の感想ですってやつだな。今日は、大阪万博は黒字にできないのでは、という話をするよ。前々回、万博は赤字にならないんじゃね、という動画を作った時に、あれ?もし万博が黒字になったら、どうすんだ?と思ったんだよね。万博を主催してるのは、公益社団法人だ。万博のために設立された法人なんだから。当然、万博が終わったら解散するはずだよな。その解散するときに、もしお金が余っていたら、そのお金って、どこに行くのかな?って思ったんだよね。普通の会社なら内部で分けるんだけど、前々回も言った通り協会は非営利法人だし、そのあたりどうなってんだろうな。というのが今回の動画のきっかけだね。なので、調べてみたよ。なお、調べた時に、エピソードが一つあるんだが、それはまた別のお話、だぜ。はい、ドーン。答えは、定款にあったよ。定款というのは簡単に言うと、会社を立ち上げる時に決める、会社の法律みたいなもんだぜ。はい、ドーン。ここの部分だね。残余財産は国か地方公共団体、つまり、国か大阪府、大阪市に贈与することになるね。もしくは他の公益社団法人に贈与だな。そう考えれば莫大な黒字にして、国と府に還元すれば良さそうなもんだけどね。それやると、集めた寄付金、協賛金をそのまま国や増やしに、横流しするだけだから、ダメだろ。そうするとやっぱり、集めた金は使い切れ、ってことなんだろうね。運営費が増加したのも、もしかしたらその辺関係してるかもな。主の勝手な憶測だが、これ赤字になった場合、負債も財産扱いになるのかな。解散するから負債は消滅、とはならないだろ。そうすると負債が残った場合、国か府か市で負担ってことだね。まあいろいろめんどくさいから、やっぱり収支トントンか、それに近い黒字ってとこに、着地させるだろうな。その程度のコントロールは、増差もないだろうし。ところで、全く関係ない話だけど、定款に社員の項目があるんだよね。つまり、社員を雇用してるってことだね。何人雇用してるかはわからないけど、以前主が言った、実働部隊は増やしの職員だろ、ってのは、もしかしたら間違いかもしれないね。おそらく事務方だろうと思うが、実態がわからんからなんとも言えんが、可能性はあるな。もし間違ってたらごめんなさいだぜ。嘘はつかなくても、間違うことはあるからね。発覚したら都度訂正するよ。今日は、万博は黒字にできないのでは?という話をしたよ。公益社団法人って、馴染みがないから、ちょっと勉強になったぜ。社員への賞与は、利益の分配に当たらないの?とか、わかんないこともあるけどね。詳しい方いたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。